マリナズお前どうしちゃったんだよ2ヶ月前6月18日時点で地区首位しかも2位に10ゲーム差もつけていたじゃねえかよみんな23年ぶりの地区優勝いけるぞって喜んでいたじゃないかいつもスロースターターなチームだけど今年は序盤から割と勝ってしかも2位にこれだけの差をつけて俺も嬉しかったよそれが2ヶ月経ってどうだ 今日順位表見てみたら今や首位のアストロズに5ゲーム差もつけられてるじゃねえかお前この2ヶ月でアストロズに15ゲーム分も差をつけられてることだろそれ何してんだよ後半戦始まってもボロボロでただアロザレーナやターナーを連れてきたりとフロントがやる気を見せたことで現場も奮起してそこから10勝5敗2週間前には文句なしの内容でここのところ調子の良かったメッツもスイープしたじゃんと 3連戦合計で22件入れて、許した失点はわずかに1点。はっきり言って完璧だったと思うし、ついに立ち直ったかと、マリナーズの季節が来るぞって思ったよ。そこからさ、あ普通、どん底に落ちると思わないじゃん。なんだよ、敵地9連戦1勝8敗って。タイガース3連戦、初戦のスクーバルに負けるのはまあ仕方ない。サイヤング賞筆頭候補はマリナーズに限らず、まあ誰も打てないから、これはまあ許そう。しかしだ、その後の2試合。 相変わらず点を取ることを放棄した打線がわずかなリードしか作れなくて、それでも投手陣がそれをどうにか守ろうとしたけど、まあ最後に結界と、ジミガルシアとムニョスが揃ってブロンセーブする展開には本当心が折れかけたよ、本当にもう。その悪い流れを断ち切れず、パイレーツ戦も頭2つ落として、で、鬱憤が溜まっていたんだと思うんだけれども、最後の1試合だけ大量得点入れて勝ったけど、昨日終わったドジャース3連戦、またもスイープと。 ドジャース戦もはっきり言ってどの試合もまあこれ最後にはね競り負けるんじゃないかっていう展開ばかりでで実際本当に負けるんだからほんと涙出てくるよもうこれでこれまでせっせと貯めた貯金も全て使い果たして勝率も5割ジャストオフに勝率5割4分を目指してますってフロントが言ってたけど勝率5割4分の地区周囲に差をつけられてる状況だよとおまけにこのチームの投手陣特に先発陣は仕事をしているわけでチーム防御率は現状 MLB ナ、no. ンバーワン 先発陣なんかギルバート、カービー、カスティーヨ、ミラー、ウークラスの5人を同じ年の先発ローテーションに並べられるチームがどれだけいるんかって話だよ、本当にもう。逆にどうやって勝率5割ジャストしか勝ってないんだよって感じですわ。 打線もアロザレーナが入ってフリオが戻ってポランコも後半戦好調でこれなら今までよりもうちょっと安定して点が取れると思ったらでも実際は今月の打撃成績 OPS で言えばホワイトソックスと大して変わらん状況らしいじゃねえかそんなコンテンダーいるか野球はピッチャーと言うけど打線がここまで足を引っ張ったら普通に勝てないっていう教訓を9回に残すの また20年プレオフ進出の間隔を空けてファンをいろんな意味で泣かせるの嫌だろそんなの。でマリナーズはどうしたいんだよ。プレオフに行きたい。そうだよな。じゃあここから変われるかうん。変われる。そうか。わかった。じゃあその姿を俺は生で見てくる。今からシアトル飛んで、今週末のジャイアンツ3連戦、T、ティーモバに見に行くから、今からが新しいシーズンと思って、悪夢のような遠征のことも一旦忘れて、 プレーオフへの猛チャージ見せてくれよなできるからゲーム差的には確かにだいぶ厳しいけどまだシーズン34試合残ってるからファンに希望を見せてほしい頼んだよ